頑張れ南葛 s c。さあ今日も始まりました。頑張れ南葛 s c。今日も一緒にお送りするのは南葛 s c の。石井ちゃんこと石井健吾です。よろしくお願いします。ますさあ今日の頑張れ南葛 s c は。先週のゲスト。はい。はい。坪川さん。ですよね。ね。ねうん、そう。声をね。取って。いただいて。ね。で今後ね。いろんな方の声をね。はい 出せるといいですよねこれご提案してくださった方がリスナーのね林さんという方が採用させていただきましてもっと YouTube で今までその声が入ってなかったんですよ音の関係でで今後入れてくださいっていうようなご要望もいただいたのでぜひ反映していきたいと思いますはいいろんな方から応援されている南葛 SC なんですけれども先日3月14日 カンンファレスがありましたねキックオフカンファレンスということで2022年どういうふうに戦っていくのかユニフォームと新しいユニフォームの紹介とあと、新選手、ですね一応オンライン配信で放送あったんですけどすごいいろんな方に見ていただいてすごくいい 式だったんじゃないかなって、式、いい式、<laughs> いい式だったんじゃないかな。結構カチッとねしっかりとした式でした、ね。そうですねあの区長だったりあの来賓の方も来ていただいて、はい、すごくあのー。 いい式でした <laughs> <laughs> なんかあのコロナでね、普段本来だったらこうメディアの方も来てたので、その場でこう手を挙げてねメディアの方に質問とかしていただきたい状況ではあったんですが、事前にということで、いくつか質問がありましたね、選手の皆さんに。で、結構印象に残ってるのが、高橋陽一先生も来てくださってましたよねであのやっぱり選手がね。 みんなが知ってる選手っていうのがまあ何かとして増えてきてるわけじゃないですかでそれでやっぱりチームが盛り上がるとか注目度が上がるっていうのはもちろんなんですけれども、はい、あのそのような質問があったんですよね、うん、この日本代表のような選手がたくさん加入したその、うん、まあ意図はなんですかみたいなところでねでも高橋陽一先生がいや元日本代表だから来てほしいとか、うん、そういう意味で選手を選んだわけではありませんと一人一人が大切な選手ですっていうようなことを、うん あの先生の語り口調で。おっしゃいましたね。心にきますね。先生あんまりべらべら喋る人じゃ、ね。ないですけど、なんかこうすごく一つ一つの言葉。が、なんか強く心に刺さるなと、そしてやっぱりなんか接しのこと愛してますよね。そうですね。それはね、もう本当いつも感じますよね。毎試合ね、見に来てくれて、そしてもう毎試合見に来てくれてと今お伝えしましたが。リスナーの皆さんからもメッセージが来ております。ありがとうございます。 いよいよリーグ戦開幕まで半月少ししとなりましたね、はい、初戦に照準を合わせ調整を行っているものと思われますがあとは全試合、有観客を望むだけ、うん、ファンの皆さんも有観客に備えて準備いたしましょうといただいてますいやー、本当ね、お客さん、やっぱりね、うん、入ってほしいですよね。 あの選手としても無観客で戦うのとっってやっぱり全然違いますね、いや,やっぱり、あのー、やっぱちょっとねお客さんがいないと練習試合感みたいなのがありますよね、うん、ちょっと緊張感、もちろん公<ー>、あのー、式戦として望、ね、んでるんですけどやっぱりお客さんいるといないとでは緊張感がちょっとね。 ちょっっとと違ううかなてていうのは選手としてはありますね確かにね、まあ、見る側としてはね、うん、皆さんの勇をこう、雄姿をただ見に行って、うん、サッカーを楽しんでとか、まあ、声援したいっていう思いをぶつけてるわけですけど、はい、選手としてもメリットはあるってことですね、やっぱり、もの,ものすごくありますね,ね、もちろんそうですよね。やっぱ、いつも以上のね、力が出たりっていうのは、あの <laughs> ね、本当にあることなので、うん、いやー,、ね、ー、早く入ってほしいですね。ねいいううう観客を望みましょうということこで なので土井ちゃんのパワーも選手に伝わってますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてアレン KK さんからです。春らしく暖かくなりましたね。だんだんあれじゃないですか。練習もうん寒いとかではなく、そうそれがねあのだから僕自転車でねあの練習場行くんですけど帰りが本当寒かったんですよ。凍えてもう本当風引くんじゃないかっていう。今はねすごい暖かいんで。まだ。 季節も変わってきて、うん、季節も変わってきたらリーグ開幕戦が近づいてきてますと、開幕戦に向けて良い準備ができてますか、うん、カップ戦でも多くの選手が試合に出ていましたが、どのような選手でリーグ開幕戦を迎えるのかが楽しみです。うん、勝手にスタメン予想しししててて盛り上がっいいいいいますあいいですすででねね <laughs> そういうのして欲しいです、ね あの若い選手で、劉選手だったかな、新加入の劉選手、の一言ずつカンファレンスでいただきましたよね、でやっぱりその選手もいろんな思いを抱えてるんだなっていうのを、その一言で出てたと思うんですけどね、やっぱり注目の選手が並ぶ中で、僕たちが試合に出れるかどうかもちろんわからない中、大学卒業して、ああのま若いかもしれないですけど、やってやりますと言ってましたね。 いや彼はねね本当ね、まあ、練習でもあの体が大きいじゃないですか、うん、身長高いですね,ね、うんうん、がっしりしてるんですけど、はい、僕も練習でこうマッチアップしたりするんですけどうん、うん、本当に体強いですね。おー 体もだし心もね心も強いと思いますねあの時ね私あのよう言ったって言いそうになったんですけど結構皆さん真面目だったから私も探り探りいや言ってほしかったな言ってしかったからんかもう本当いそれぞそれぞと思ってやっぱりそうやってね切さたく磨して盛り上がっていくのがそうですねいいなと思ってただまあ JFL に向かっての試合工程ですか岩本 GM からお話ありましたけど 厳しいんだなと思って、ね、さ5試合連続とか毎日とかね,ね<ー>戦っていかなきゃいけないもう信じられないですよね,ね正直まあそこを乗り越えたチームが JFL にいけるということですのでまあだって小学生でもね5試合連続とかってないですから <laughs> もう想像しただけで私寝込みそうですね<や>本当にね、うん、だからもう今からそこに、ね、向けてしっかり 体力作り、もちろん気持ちもですねモチベーションもずっと保たなきゃいけないし岩本 GM もそして高橋陽一先生も目標は JFL 昇格とそれは間違いいなですねみんなで目指していきましょうそして、その頑張るには皆さんのサポートが必要ということでポスターのパートナー募集をしていると新しい今期のポスターが出来上がりまして。 ポスターパートナーっていうのを募集してますのでホームページからお問い合わせいただいて、えっと、店舗だったりあの会社だったり、まあ、そういうところに貼っていただける企業さん店舗さんあれば僕らの選手、社員がです、ね、ポスターをお持ちしますので、はい、ぜひお問い合わせください。自ら持持っってててくださいとあもうもうどこでも持ってきますんで <laughs> <laughs> なんかあのツイッターでもわかりやすく表示されてるみたいなので、<laughs> はい、南葛 SC のツイッター見ていただいて、ポスターパートナーとかってね、ね検索していただくと、はい、はい、情報が出てきますので、はい、もう葛飾のね街歩いてたら、南葛 SC のポスター、いろんなところにありますからね。いや、本当ね、貼っていただけてますよね、うん。ちょっとね、最近気になってたのが、だんだんハげてきてたんですよ。うんあ あとに色褪せたり、色合わせ、剥げるってだめな言葉は失礼しました。<laughs> <laughs> 色褪せって言ってるんです。そうそうそうそ,うそれはみんな貼ってるからだから。ね,ね。でもなんかちょっと時間が経つとどうなるので。そう。日に当たってね。そうなんですよ。それがでも新しくなるとそう新しくなるので。いうことなので。はい。はい これからまた楽しい南葛哲史の新ポスターも街中で見れるということで、はい、そしてもしこの店で貼りたいよとかね、はい、いう方がいらっしゃったら、えー、ぜひあの申し込んでいただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい南葛哲史のツイッターホームページをご覧ください。はいそれではこの後もえっと後半ゲストをお招きしながら頑張れ南葛哲史お送りしていきたいと思います。はい、この番組は多くのスポンサーさんに支えられております。ご紹介させていただきます。ポスター印刷昇り垂れ幕大版プリントのことな。 なら何でもお任せ合同会社インクマニア都内トップクラスの激安アウトレットショップが葛飾・柴又に登場、エンジョイショッピング株式会社ウェーブ感動の写真撮影、広告デザインブランド作りまでトップクリエイターが力になります株式会社 K ワールド葛飾区内の公共工事でも実績多数水道工事、空調工事リフォームのことなら上下水道促進工業株式会社 頭痛めまい物忘れビタミン注射からプラセンタノードックもやってます頭から健康に金町駅前脳神経内科縛られて願い叶える地蔵尊大岡越前有原の成平ゆかりの縛られ地蔵南蔵院段ボールから夢を形にする会社人の役に立てるものづくり段ボール箱のことなら有限会社坪川製箱所 四つ木自家焙煎コーヒーとスパイス料理のお店不定期でワークショップやイベント開催も白黒,白黒のウォールアートが目印ですスクラッチコーヒー最後にあなたの町の情報源もちろん軟活情報も要チェックお申し込みお待ちしております読売センターお花茶屋堀切以上の皆様の提供でお送りしますああ、そうそうそうね,ね キックオフ感はですねそうですよね、はい、映像を見てくださってた方はあのね司会台の横にだるまさんが見えたかと思いますがね,えねえ赤くないだるまを始めて<え>みたぐらいのなんかおしゃれな感じでした、ねうん、なんかゼッシーカラーのだるまなんかもしかしたらねいろんなイベントに登場するかもしれません、ね、はいなんぞいさんにいただきましたありがとうございます,あいますさあ続いてはゲストをお招きしてお送りしていきたいと思います えー、ステーションって多分石井ちゃんも初めて聞いた、ね、と思うんですけどさっきちょっと聞きましたけど、うん、コミュニティを作っていくはい。はい、ね、そのステーションを立ち上げられている渡辺雄介さんと岩崎純一さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします,すはい。 まあ聞いてくださってる皆さんはステーション、うん、駅みたいな、<laughs> まずはなりますよね、うんうん、このステーションって一体どういうツールなのか、教えていただいてもいいですか。はい、うんえっと、コミュニティの中にいる人だったりとか、うん、まあコンテンツだったりとか、そういった資産を可視化して、えー、よりそのコミュニティに参加しやすくしたりとか、まあ、中でそのいろんな人だったりとか、イベント、コンテンツだったりとかにこう出会いやすくなるような、そういったコミュニティデザインツールとして、ウェブアプリ、両方から。 展開させていただいてます。はいはい。さいしちゃんはいこれをパッと聞いてイメージできますか？いやまあ僕今時なんで。おお。さすがわかりますよ。さすがですね。わかりますよ。私ねパッて最初聞いた時はえどういう感じなんだろうって。はい。まああのちょっと私昭和なんで同い年じゃないか同い年じゃないか。でもなんかどういう感じなんだろうなっていうのがなかなかこうイメージが。うん。 使わなかなった部分もあるんです、はい、で聞いてくださったら皆さんもやっぱり分かんない部分もあるかと思うんですけど、うんまあ、本当に今おっしゃってくださった通りアプリとウェブであの展開されていてで私も登録してなんかやっと実感が湧いてくるっていう感じもあるんですけど <laughs>、うん、そのアプリをダウンロードして、はい、でいわゆる自分をこうねどういう人間だよっていうのを Facebook のような感じで入れるんですよ、うん、であなたその入れていくアカウントを作るときに、うん、なんかあなた発信したいことありますかみたいな感じで聞かれるんですよ、はい、ステーションさんに。で 私やっぱり防災やってるので防災のことをコミュニティのことをいろいろやっていきたいというようなことを入力してでそこから自分のアカウントが立ち上がるわけですねでそのステーションの中であの防災のことを話し合いたい人集まれとか何か私こういうこと考えてます賛同する方いますかみたいな形でなんかこうそのステーションの中で自分の あの好きなこととか興味持ってるものをみんなに発信できるっていう、うん、で今渡辺さんが言ってくださった仲間探しはい、はい、例えば石井ちゃんがね、はい、サッカーの練習しようってなった時に一人でこの葛飾 FM でしかも放送じゃないところでいくら叫んでも伝わらないじゃないですかでもステーションの中で「南葛 SC の石井です」と「みんなでサッカーしませんか?」って呼びかけると。 そこにバババババって興味あるる人が集まるんですよね中にそのなんかコミュニティは最初にその何かしらを作ってで実際その中に人を入れ込んでいくんですけどまあそういったところで言うとまあ例えば地域の方だったり住民の方だったりとかいた時に石井さんが何かしらこうサッカーのことで。 こう呼びかかけたいなとかさっきのポスターのこともそうだと思うんですけど例えば地域商店街の方々が集まって入っているコミュニティだったりとかにさっきのようなそのポスターの公募みたいなところスポンサー公募してますみたいなところをこう情報として出すとであとはまあその例えば DM だったりとかえコメントだったりとかであのコミュニケーションくださいねみたいな感じでこう打ち出せるっていうようなそういったイメージですかね。はい でもそれいいですね。南葛例えば南葛で応援したい方のコミュニティを作ってあそうですそうです。でそういうことできたらでも面白そうですね。結構石井ちゃんはツイッターとかも復活されてあそうですね。あの一応クラブではあのルールとして全員ツイッターを始めなければならないそうなんですね。ルールがあります。だからみんなツイッターをあのね。 みんなツイッターで発信してますね。一部発信まだ始ま始まりました皆さんツイッター立ち上がりました。ツイッター全員いやだから僕のそれ仕事なんですけどチームのメンバーにそうあのねそういう任務があるんですけどちょっとまだできてないですね。いやそのねやっぱりサッカー選手とかって SNS と縁遠いというかなかなかそういう ののがまい人、まあ、この渡辺さんとか岩崎さんってそれを仕事とされてるのですごくうまく活用されていると思うんですけど、ね、なかなかうまく使えなかったりする方もいますすよねねそうです、ねあのー、今ではねすごくこう上手に活用している、ねうん、SNS を使っている方、うん、選手とかはたくさん,、ねうんうん、増えてきたと思うんですけどそれでもまだねあのそういういアカウントを持ってない方とかもいらっしゃったりするので。うんうんね ステーションはそういう方でもなんかこうあんまりそういうツールって使い慣れてないっていう方でも使いやすくなったりそうですね使いやすくはあると思いますあの基本的に今出てるようなツイッターとかフェイスブックだったりとかっていうところのまあコメントができたりとか投稿できたりとかっていうのはあのできるようになってるのでうん、うん、で 多分そのツイッターとかでいうと本当にあの全国いろんな世界の人たちがユーザーとして登録されているサービスじゃないですか。はいうん、なので誰に発信したいかっていうところはなんとなくあるものの,そのダイレクトに伝わってるかどうかっていうのはちょっとその始めたばっかりの,あの人でも分かりにくいところあるんじゃないかなっていう。 僕らステーションっていうのはもう本当にその暮らしの中でとか距離感の近い方々っていうのをそのコミュニティの中で集めてるようなところに例えば石井さんが入ってでよりその至近距離でそういった情報だったりとかを発信した時に受け止めてもらえるようなそういった作りにできるとなんか一ついいのかなっていう発想はあったりはするのでまあいろんなその多様なコミュニティあったりはすると思うんですけど特に地域コミュニティとかでもなんかこうサッカーに興味のあるとか 地域コンテンツに興味のあるとか子ども向けコンテンツに興味のあるおやす子さんが集まってるコミュニティとかいろんな多分コミュニティがあって、うんうん、でその中であの自分が発信したい対象の人が多く集まってるところをセレクトして石井さんを発信できた方が、はい、多分こう反応が汲み取りやすいと思うんですよね。そもそもそも興味があるそうですね、うん、それをなんかこう地域の あのコアな方々と、あの一緒に作っていけるっていうのは、まあ一つステーションでできることかなっていうのは。なんか思いますね。地域商店街とか、すごいいいなって思いますね。はい。いいですね。はい。商店街は今、あの。クラブで、こう。回ってます。ので。やっぱ地域にね、根ざしたクラブ目指してるので、そこはすごく。面白そうだなと思いますね。うん。 ね、商店街のサポーターさんサポータータの商店街の、ねうん、会長さんとか分からないですけど、ねはいはい、そういう方がこのステーションでもしそれを軟活系のコミュニティ立ち上げてくれたりして、うんうん、でそこにね石井ちゃんがアプローチしてとか、ね、いろんな効率的な活用ができそうな気がしますがちょっとステーションの話で、うん、あの盛り上がってますけれども今日ねなんでこの2人。 はい、まずステーションをまあ南葛市のね、そのね、地域に根ざしたっていう部分で活用できればいいなっていうこともありつつも。あの、年齢がね、ちょうど多分ね、石井ちゃんと私が今三十五でしょう。はい、岩崎さんが。三十七ですね。うん、うん、同世代、で、ちょっとだけ上の四十二、でももうほぼ。 ね、同世代の中ででここのゲストさんってどっちかというとまあちょっと先輩だったりとか今までのね過去のあとですよねでこの世代のゲストさんって男性で結構珍しい感じじゃないですか確かに初めてかもしれないっていう方々がキャプテン翼南んか絶と聞いてそもそも知ってたかとかであると聞いてどういう風に感じてるかみたいなところ聞いてもいいですかキャプテン翼はもう あのゴールデンコンテンツというか <laughs> 僕の中でも, <laughs> もう自分の世代だと知らない人いないでしょっていうぐらいドン,ピシャドンピシャコンテンツでもう昔から大好きでよくアニメとかも見てましたし、うん、単行本も買って読んでましたし<ー>っていうぐらいすごい至近距離なコンテンツでしたね。でまさかその <laughs> <laughs> 書いてる人が関わっているサッカークラブがあるっていうのは僕ちょっと申し訳ないんですけど今回初めて知って今回でそうなんですよこれはすごいなってシンプルに思いましたんか渡辺さんの目がんかすごいなと思いましたな。 なんかその時代で僕の時代ではありえなかったことが起きているなっていうか,うんなんかその漫画を描いている方っていうのがそもそもそのサッカークラブになんかこうどういう形で接するまあ想像はつくんですけど実際にどういうふうにやってるのかとか,かそういうことまではちょっとやっぱりイメージがついてなかったところもあったりしたのでなんか単純に面白いなっって今回きっかけで知って思いましろ<ー>、はいなとそう言っていただけてね,ね。 でもやっぱりねまだまだねその知らない方っていうのはね多いと思うのでねやっぱりこうね知ってもらいた知ってもらえてよかったなと思いますねそうですよね今回のラジオの第一歩で岩崎さんはそうですね僕も中学校の時にまあサッカー部だったのでまあ当然その時からキャプテン翼はすごい読んでましたし名前めちゃくちゃ知っててあとまあそうですね。 数年前にはブラインドサッカーにちょっとまああの社会社関係なくてプライベートで関わってたこともあるんでまあ割とそういうのでサッカー結構身近にあったりはしますね。でも、やっぱそうこういう渡辺さんと同じですけど高橋先生が関わってるチームがあるキャプテン翼関連のみたいなのは全然知らなかったそうなんですまあと、自分に子供がいるんですけどやっぱり。 もう家の近くにこういう,なんかこうチームとか地域とつながってるようなこう団体みたいなのがあるとなんか。 いいなあってそういうところに住みたいなとかっていうのは、今回、お話聞いて思いました。いらっしゃいませ、ん葛飾。残念ながら、南勝葛市は葛飾でございます。ので東京の東の方に来ていただければ。ね、石井ちゃん。増えましたね。葛飾。ね、組みが増えたぞって、なんだ、私たちは、何なんだ。そうですよね、やっぱり、子供も、うん。 やっぱり、うん、あのなかなか東京に住んでてなのか分かんないですけど家の近くでこうなんか子どもの何かをこう始めるときとか、うん、ちょっとつながり作ってって結構難しくて、うん、見つけるの大変だしなかなかなじめるかどうかっていうのもそこ次わ、ね、割とこういうのあるの重要だと思うんですよね、うん、いやそうですよね。なる,ほどなるほど なんかつもねチームありますけど、ねありますね、スクールも、ね、ジュニアユースもあるからそうやってね親目線であのそういうふうに考えてるんだなーっていうのは、ねうん、ありますよね、やっぱ親世代がキャプテンツバさんも本当に読んであのキャプツバのっていう。 さっきの渡辺さんが一瞬子供みたいになったんですよ、42歳なのにね、い本当に、あの読んでたキャプツバが、えそれを書いてた先生が関わって、リアルでチームができてる、それ何それみたいなのが、多分最初の印象なんですよねそうですね、なんかすごい世の中になったなって思いましたね。 えその高橋先生はその石井ちゃんとか選手の皆さんとかとどういういな、ね、さっきもどういうふうに関わっているのかなと、ねうん、先生はですふ、ねまあ、普段はあのー、そんなに会うことはないんですけどでも練習にフラッと来てくれたりとか、うんあまあ、練習試合はもう毎回ほぼ結構毎回来ますし、うんえっと、試合はもちろん来ますし、うん、でたまに。その 決起集会とか会社のこう忘年会だったりそういうものとかに来てくださったりしてお話をこうさせてもらうことありますようんだから僕もちょっとだから信じられないですよねあの高橋先生とご飯食べてるそうですよめっちゃくちゃ見てます先生 これ私の印象で私もそんなねべラべラと先生とお話しできる関係性ではあれですけれども、あのすっごく選手のこうなんていうてか態度とかまで、プレーももちろんですけど、やっぱり人間性書いてるじゃないですか、高橋先生って、キャプーの一人一人のキャラクターの。なので、選手一人一人を結構隅々まで見てるなっていう印象をずっと持ってます。 で結構試合負けたりすると悔しがってちょっとスタッフのこと方に聞いたことありますけど帰っちゃったりとかそれは負けず嫌いだからなんですよね別に怒ってるわけじゃなくてそれを受け止めてるだから本当にチームの一員なんだなっていうのをそれは本当感じますねそうですよねじゃあこれからちょっと応援してくださいもちろんそしてなんかステーションもね何か絡めるとねこ一緒にできたらいいですよねかサッカークラブとか であの僕子供がこが評価される一つの場所だと思ってて、うん、ああいうクラブとかって、はい、なんか親元とその親の下でとあと学校でとか、うん、あのいろんなこうところで自分の居場所が作れるといいなって言った時の一つのなんかこうよりどころになるっていうか。 子供にととっってててては可能性を秘めてんじゃなないかなと思ってて僕とかは結構なんか子供の時ってあの親僕鍵っ子だったんですよなので学童クラブとかに行ってたんですねでそこはなんかすごい学校とはまた違う空間というか空気感なんですよすごいあの自分がその学校で出してる自分とまたちょっと違う自分を出してるみたいな感じだったんですよねそれがすごく心地よくて何だったら学校より学童クラブの方が好きだったんですよ、はい のでやっぱり子供ってその居場所をなんか一個ここは自分の居場所だなって思えるコンテンツというか場所みたいなのってなんか多ければ多いほどいいんだろうなって言った時になんか地域にこういうのがあるとめちゃめちゃ,めちゃいいなと思っててでもそれってなんかこうどこに行ったらそれがあるってことを知れるのかっていうのがなかなかわからないっていうのがあって。はい 特に僕、あの引っ越してから、すぐそういうコンテンツを探そうと思った時に。お、まさにどこに行って探せばいいか分かんなくて。うん、あの子供の習い事とか、なんかそういう子供が参加できそうなところって場所って、なんかどっかないかなって言った時に。ちょっと困ったっていう経験があったんですよね。うん、そこはなんかすごく、あのもっと地域のこういうコンテンツと、うちのそのステーションっていうのが。距離的にこう縮まると。 なんかいいなという意味でなんか今回、こういう場をなんか機会としていただいたのはなんかすごく嬉しいなというふうに思ってます素敵なお話、ね、居場所、ね <laughs> ね、自分の特技を見せたりとかそこをトップチームの選手の皆さんは、うん、そ,このそこに来た子どもたちの夢ですからねそこで出会えた大人ってすごく、ねうん、印象に残るし、うんうん、自分が目指す。

はい、締めたいと思いますので、はい、お願いします。本当、とてもすみませんね。はい、はい、じゃあ、今日も、えっ、ー、と、ゲストのお二人来てくださいました。ステーションの渡辺雄介さん、そして岩崎純一さんでした。じゃあ、聞いてくださってる皆さんも、ご一緒に、せーの、頑張れー、南葛、えっし。ありがとうございました。